僕が気になったのは守備の面ですね。切り替えはできると思うんだけれども、なかなか切り替えての守備っていうところで効果的なプレッシャーっていうのはできてなかったので、ウクチャンネルです。今回はベトナム戦について振り返りたいなと思います。まずはカタールワールドカップアジア最終予選、まあ、10試合お疲れ様でした。スタッフ選手の皆さん、大変なねプレッシャーの中戦ってこられたと思います。まずはねこうゆっくりは休めないと思いますけれども、ちょっとだけでも休んでもらいたいなと思います。またねクラブチームに戻って、活躍をしなきゃいけないし、まあ、カタールワールドカップに向けて、まあ、サバイバルっていうところで選手選考のところでもやっぱ結果を残さなきゃいけないでしょうし、そしてそのコンディション個人的にも上げていかなきゃいけないしと、まだまだね大変なことはたくさんあると思いますけれども、今回最低限のね予選突破という目標をつかみ取ってくれたことは本当に嬉しく思いますし、お疲れ様でしたと言いたいなと思います。今回ベトナム戦ですが、メンバーを9人入れ替えたということで、チームでやるべきことっていうのは非常に難しいシチュエーションだったんじゃないかなと思います。まあ、そんな中ねベトナムが良かったというのもあるにしても、チームのね本当やるべきことっていうのがスムーズじゃなかったなという印象が残りました。まあ、もちろんねこう一人一人のパフォーマンスっていうことではこう出したいっていう思いはね非常に伝わってはきたんですけれども、まあ、前半からね落ち着きどころがなくて、やっぱりそうなってくると何をすればいいんだろうかっていうね迷いも出てくる部分はねあると思いますんで、そこが前半すごい出てたなと。もう前半形作るまで20分から30分ぐらいかかったのかな。まあ、相手のねプレッシャーももちろん良かったし、ベタ引きするわけではなくて、プレッシャー来る時が来ましたし、相手の攻撃にしてもボールを繋いでくるというところで、またレベルが上がったなというふうなことも思いましたけど、やはり日本自身がやっぱこうやりたいことっていうのはなかなかできなかった前半ではないかなというふうに思います。まあ、今回ねこう物足りないなっていうふうに言いたいところではあるんですけれども、プラスで言えるとしたら、しっかりと戦ってきた終盤ですね、メンバーを固定しつつ戦ってきたメンバーと他のね、メンバーとの差ができたんじゃないかなというふうに思いました。まあ、後半はもちろん慣れた選手たちが出てきたっていうところでの、まあ、キレの違いもありましたし、相手がもちろん落ちてくるっていうのを分かった中ででもコンビネーションとかタイミングとか、まあ、そういうところがね非常にいい場面が出たという後半だと思ったと思いますので、まあ、前半の選手たちのコンディションのね、上がってないっていうところが見られたのは少し残念かなというふうに思います。なのでやっぱ今回ベトナム戦でメンバー変わって、まあ、一人一人の選手が、ね、アピールをする場だと言った戦いではあったんですが、僕はアピールができてないんじゃないかなというには思いました。その攻撃の面でもなんかこうワンタッチが出てこなかったりとか、どういった形で攻めたいのかってイメージ共有ができてなかったりとか、まあ、つなぎのところでもタイミングが悪くて、相手のプレッシャーを受けてしまうということが、まあ、多々あった点というのが攻撃の面でもこうスムーズさを欠けていたし、逆に守備の面、僕が気になったのは守備の面ですね。切り替えはできると思うんだけれども、なかなか切り替えての守備っていうところで効果的なプレッシャーっていうのはできてなかったので、まあ、守備の安定感のなさっていうのは前半ね特に見られたのがちょっと気になるところかなというふうに思います。まあ、ある程度森保監督の戦い方っていうのは分かっているとは思うんですけれども、まあ、取られた後のプレッシャーのかけ方、そして、まあ、限定していって追い込みながら取るっていうやり方、そういうのがねもうなんかしっくりきてなかったなっていうのは思いました。点取られた場面ねコーナーキックですが、その前ですね、
ベトナムがつないできたとき、取られてつないできたときに、追い込み方が後手後手になって、そして展開されて、まあ、自陣の右サイドを突破され、まあ、吉田が最後ね、カバーに行って、まあ、コーナーキックになったわけですけども、なんか追い方もね、こう後手後手な追い方をしましたし、そして限定もできてないんで、タイミングよく相手に出される場面でしたし、まあ、そういうところは非常にね、こう気になってしまうなというふうには思います。そしてセットプレー。まあ、状況で言うと、もう難しいですね。マークが一人余ってる状況っていうことが、もうそもそも、ね、マンマークであるわけですし、なんでというふうに思いますが、まあ一点でこうなってしまうっていうことですね。サッカーの怖さじゃないですけど。これがね、本当にこれで決まらなかったっていうこともあり得たわけで、まあ、1本で1点取られたという、ね、セットプレーはやっぱり怖いっていうのは分かるけれども、やっぱだからこそそこを集中して守らなきゃいけないはずなんですが、マークを外れてるっていうのはもう何だろう、どうしようもないっていうか、まあ、やっちゃいけないことだと思います。その中ででもね、柴崎、まあ、僕は中盤をボランチをしてましたから、その中盤のところをまあじっくり見てきたわけですけども、まあ、柴崎をアンカーにして、旗手、原口といった3人のね、組み合わせですが、まあ、非常にバランス悪かったですね。まあ、守備の時も追い込み方っていうね、さっき話しましたが、まあ、追い込めないんで、どこで取りに行くかっていうのもなかなか見えませんでしたし。球際っていうところでは意識的にはしてた部分はね、ありますけれども、なかなかチームとして奪えるっていうことは少なかったんじゃないかなというふうには思います。で、失点する前の崩されたところもそうですし、守備がまとまってないって言ったところで、まあ、後ろからの押し上げなのか、まあ、前半の最初に原口が後ろからあれ多分押し上げてくれっていう話をしてたと思うんですよ。やっぱそこもできてなかったし、前からの追い込み方の指示っていうところもうまくいかなかったし、やっぱ中盤の3人のバランスが悪いんで、攻撃の時に間で入る入らないもそうですけど、その次の展開のための動き方っていうか動きっていうのができてなかったので、そこの安心感がまあ難しかったっていう、だからこそ安定しなかったのかなというふうには思いました。まあ後半、まあ吉田がね、点を取った場面なんて、まず交代で伊藤が入って、伊藤が右、真ん中に久保、左に三笘という、まあ、フォーメーションにはなったわけですが、距離感が近くなってきて攻撃ができるようになってきたと、後半。まあ、そういう面でも吉田が点取った場面なんですが、まあ、距離を近くして攻撃をしてたんですけど、まあ、それを奪われて、その後に吉田のインターセプト、そして相手が出てこようとしたところなので、まあ、ドリブルをして左に展開して、でそのまま吉田は上がっていったんですね。でその時に、ドリブルで、仕掛けていくことによって、三笘かながパスを出して、原口シュートのこぼれ球を吉田と。まあ、いうシーンでしたが、やっぱりこれはいい攻撃っていうか、リズムが良くて近くに選手がいたからああいう守備ができたというね、まあ、まあ表裏一体のところで、森保監督がやっている切り替えの部分っていうのを出せた部分ではないかなと思います。そしてね、本当に吉田のあの反応の速さ、めちゃくちゃ良かったですね。しかも浮いたボールをアウトで蹴るっていうのが結構難しいんですけど、うまくね、こう処理したんではないかなと思います。やっぱこっからまた行けっていうね、この、まあ、サポーターのあれだけ入った、やっぱサポーターいいっすね。まあまあ、そのサポーターのね、後押しもあり、みんなが、行け行けっていうところから、まあギアが入ったわけですけども、まあ取らなきゃいけないというか、取れただろうっていうね、ところもあると思うんですが、まあ VAR や、オフサイドやっていうところでね、幻のゴールになった場面もありますけど、チームとしてはやっぱり勝ち切らなきゃいけない、
そして、まあ、本戦に向けて切り替えていこうっていうふうにしていきたかったところではあるかなというふうには思います。これからね、本当に選手層を厚くしなきゃいけないということで、まあ、まずね、これからはベースというところと、他のメンバーがっていうところでは、まあ、差があるかなという印象を受けた中で、まず今後ね、マッチメイクを、まあ、前回言わせてもらったんですけれども、強いチームとできるだけ当たって、今の日本が、まあ、どれぐらい世界と戦えるかっていうところをね、しっかりと把握しないきゃいけない。ただ6月は、まあ、チャレンジができる4試合ではありますので、強いチームと当たりながらも、ある程度ね、こう選手がどれだけ、まあ、成長しているか、そして選手同士のコンビネーションを育てていくか、まあ、作り上げていくかという試合にはなるかと思うんですが、まあ、世界で戦うっていうことではベースをね、こうしっかりどれだけ戦えるかっていうのを把握した上でのチャレンジになると思いますから、まずしっかりね、6月の最初の試合ぐらいで、まずね、しっかりと戦ってきた、予選終盤に戦ってきたメンバーでどれだけできるかっていうのを測りつつ、ここからどれだけ、なんですか、今回ね、一気に変わってはしまいましたけど、武器を持った選手がどれだけいるか、ベースの選手、ベースのチームの中で、スパイスというか武器の持った選手をどれだけ、活かせるかっていうことがね、こうチーム力にはなってくると思いますから、その武器っていう選手がどれだけ成長していくかということ、そして、今まで出たメンバーがコンディションよく世界とどれだけ、まあ、戦えるかといったところからの6月のスタートかなと思いますんで、まあ、選手たちもね、こうしっかりと休めるわけではないので、まあ、それぞれのシーズンがね、ありますし、まあ、自チームに帰っても競争が待ってるわけですし、まあ、その中でね、コンディションを上げる、まあ、怪我しないようにしてもらいたいなと思いますけども、やっぱコンディションを上げなきゃいけない状況ではありますんで、まあ、プレッシャーの中戦ってるので、こう休みとオンオフっていうかね、うまく取り入れながら、まあ、6月また再集合して、まあ、本戦に向けてね、チームとして、まあ、メンバー争いをしながらもチームとして成長してもらいたいなというふうには思っております。まあ、今回のベトナム戦で引き分けだというのは、なんかね、こうせっかく本戦に向けてよしって言った中の、なんていうんですかね、こうがっかり感っていうのは少しあるかもしれないですけれども、まあ、ここからね、本当に気を緩めることなくいかなきゃいけないということでの危機感っていうのは、やっぱりこう持たなきゃいけない状況にはなったと思いますから、今後に向けてね、非常に楽しみと言いますか、しっかりと応援していきたいなというふうには思っております。なので、まあ、これからね、皆さんにも J リーグはそうですけれども、まあ、海外でね、こう日本代表の選手が活躍するっていうところも注意して見ていってもらいたいと思いますし、これからね、育ってくる選手がやっぱりいますので、この選手日本代表にいいんじゃないかっていうこともね、こう試す機会っていうのは6月もしかしたらあるかもしれないので、そういうところもね、見ていければ、非常にこう楽しみっていうのは続くんじゃないかなというふうには思っております。そしてね、楽しみをね、まあ、意見し合うのか、想像し合うのか、酒のつまみと言いますか、まあそういう話をしながら、みんなで楽しんでもらえたら、よね、サッカー界のためにもなるんじゃないかなというふうには思いますので、皆さんでね、これからも盛り上げていきたいなと思っております。まずはね、最終予選が終了ということで、ワールドカップ本戦、世界へ向けてといったところで、そういう雰囲気づくりを皆さんと共にしていきたいなと思います。ありがとうございました。